今治市大三島で先月フランス料理店がオープンしました。しまなみ海道では初めてという本格フレンチ、東京から移住してきた夫婦の挑戦が始まっています。しまなみ海道で最も大きな島、大三島。豊かな自然に抱かれたこの地に佇む古民家を覗くと喜ばってしまいました。すごい大三島でこんなに美味しいフランス料理と出会えるなんてイメージまで思ってませんでした。島で採れたイノシシ肉の煮込み料理に、瀬戸内の魚をメインに、まるでアート作品のような美しい一皿。テーブルを彩るのは本格的なフレンチのコース料理です。ここは先月1日にオープンしたしまなみ海道で初めてのフランス料理店、フィレール。お肉に魚1でお願いします。肉が魚が1、はい。去年東京から移住してきた伊藤ご夫妻が営んでいます。移住しようというのはどちらかというと私の方が先言い出して、何か新しいことを始めるんであれば、まあ、都会よりかはこう田舎で必要とされる環境でやりたいなっていうところで、山より海がいいなって言ったんですよ。まあ2人とも魚が好きなんです。迷いなかったですね即決でしたねシェフのひろしさんは去年3月までの31年間辻調理師専門学校で講師として勤務。本場フランスのミシュランガイド三つ星店で学んだ経験もありますが、シェフとして自分の店を持つのは初めて。52歳での大きな挑戦です。いらっしゃいませ。本当間取りとかはそのままやってまして、でもう針とかもそのままなんです。こうやっぱりのんびりくつろいでいただきたいっていうすごい想像が膨らんで、と2人の夢の形じゃないんですけれども、ここで迎えられてすごい良かったなと思います。築90年の古民家を改装した夢の店の厨房では、シェフとしては新米のひろしさんが腕を振るいます。今これですね、お客さんが来られたので、まあ、前菜の前に、ちょっとこうアミューズ的なもので、イノシシのパテを、結構ねイノシシってよく大三島で取られるんですけど、イノシシもこうなるんだっていうです、ね、ものを感じてほしいんですね、お客さんに。これがイノシシの黒ビールで煮込んだ煮込み料理です。もう材料は玉ねぎだけですね。玉ねぎを茶色くなるまで炒めて、甘みのあるものと、まあ、黒ビールの苦さと甘さを合わせた煮込み料理になります。最初はもうイノシシで勝負しようと思いまして、魚も地元で採れたものでふっくらと焼き上げたら、ナスやピーマンなど島で育った旬の野菜を添えて、一品一品に大三島をとことん味わい尽くしてもらいたいというシェフのこだわりが詰まっています。あ、吉川さん、こんにちは。あ、こんにちは。どうしたんですか、今日。今日ですね、ちょっと新しいメニューをちょっと考えようかなと思って、はい、それでちょっと豚肉とかに合う野菜。あ、そうですか。伊藤シェフがやってきたのは地元の農家さんの畑。いつでも旬のものを提供したいと、国内では珍しいバターナッツかぼちゃやサンマルツァーノという加熱用のトマトなど、年間なんと100種類もの野菜を農薬や化学肥料を使わずに育てています。今ちょうどナスの、ナスもイタリアンナスなんですけど、はい、白ナスとか、あとこれちょっとこれとか。白ナス美味しかったです、すごく。
日本のナスに比べると、はい、皮は硬くて果肉もこうキュッキュッキュッキュした感じなんですけど、これ逆に加熱すると、はい、トロトロになるんですよ。あ、はいはい、本当に取ってもその日にいただけるの でそれをすぐ使える、はい、一番最高ですよね。地元の新鮮な食材をより美味しく調理するため、野菜のプロからの貴重なアドバイス、伊藤シェフの挑戦を応援しています。だから新しい野菜もうちょっとこういうのが欲しいって言うと、じゃあ来年挑戦してみますとか言ってくれるので、すごく嬉しいですねこっちも、はい、ランチコースは月替わり。島で採れたイノシシ肉のパテは店の看板メニュー。吉川さんら地元農家が育てた夏野菜はパイで包んで、トマトとブラックオリーブ2種類のソースをお好みで。メインはイノシシ肉を黒ビールで1時間半じっくり煮込んだフランスの郷土料理のアレンジで、地元でもかなり好評だとか。トマト風味のクスクスとバジルソースでいただく瀬戸内の魚料理は、添えられた野菜の濃い甘みも際立ちます。デザートにはパイナップルにバジルを効かせたシャーベットを合わせ、大人の味に仕上げています。でも魚は、この日イノシシ肉が苦手でどうしても食べられなかったお客さんがいました。イノシシの臭さとか匂いとかじゃなく、あ、こういう調理法があるんだな、あ、こういう味があるんだなっていうのを見てもらいたかったのもあるんですけど、まあでもやっぱりお客さんなので、はい、嫌いなものは大三島らしさを出しながらお客さんに満足してもらうために、初めての接客で日々課題も生まれますが、オープンから1ヶ月、手応えも感じています。やっぱり大三島ならではのお野菜だったり、お魚だったり、イノシシのお肉だったりをすっごく感じることができて、すごく満足で。美味しいです。野菜美味しい、ね、野菜美味しい。近所にこんな、ね、本格的な料理食べれるところができて嬉しいです。来るのに皆さん多分ちょっとこうおしゃれしてきてる、してますねやっぱり。でそのまあ来るまでの時間、あの食べてる時の時間で、あとまあ帰ってからのフランス料理食べてきたねっていう余韻の時間っていうのを、まあ、あの皆さんに楽しんでもらえてるのかなっていう、はあ、大三島の食材を通して島の魅力も伝えていきたいと話す2人。その挑戦の舞台フィレールにはフランス語で紡ぐという意味があります。何かしら私たちが今までしてきた経験で島に貢献できるような、こう紡げるような存在になっていければなっていうのでつけました。本当に始まったとこなので、ここから何をどう紡いでいけるのか、家族で頑張っていきたいなと思います。名古屋さんこちら訪れたということで。そうなんです、はいはい、すごくお二人のお人柄も温かいんですが、島の方々が何か困っていることはないかってすごく気にかけてくださるそうで、うん、そういう温かさの中で生まれるお料理で紡がれるこのお店の歴史、うん、これから楽しみだなとすごく感じました。これを紡いでいくと今後、はい、ということですね。